いちこです。今日は2024年3月25日月曜日です。高松の午前9時前の温度は11度で予報は曇りです。朝から霧雨が降っています。さて、動画は八島寺山門から入った周辺の動画です。この後、南嶺登山口から帰りました。帰りの途中でうどんを食べたのですが、うどんを茹でる釜が私には見事なので、許可をいただき撮影いたしました。これで一連の動画は最終となります。読み上げは前回の続きからで生活保護問題の9回目です。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。生活保護問題。出典フリー百科事典ウィキペディアより、暴力団員など反社会人の受給の続きからです。北海道滝川市では、元暴力団員の夫婦にタクシー代などとして約2億4000万円の公金を支給し続けたなどの問題も起こっている。大阪府警や北海道警、神奈川県警など5道府県警に2012年1から11月、覚醒剤取締法違反容疑などで逮捕されるなどした容疑者らのうち、約2割が生活保護を受給していたことが分かり、覚醒剤など違法薬物はほぼ全てが暴力団の資金源になっていることから、警察庁幹部は、生活保護費という公的資金の一部が密売を通じて暴力団に流れていると指摘している。また警察庁によると、薬物事件で過去に摘発された生活保護受給者のうち7割以上が同様の薬物事件で再び摘発されるなど、再犯率は非常に高い。大阪府守口市では、大麻取締法違反罪で起訴されていた女性が、同居する内縁の夫の収入を申告せず、子供3人と自分の保護費を不正受給したとして内縁の夫、大麻取締法違反罪で起訴とともに逮捕された。保護費は半分以上がパチンコ代に消えたという。暴力団を脱退したにもかかわらず、警察情報で暴力団員からの脱退が認められない、明確な形で脱退の証拠が残されないケースにおいては、警察が脱退扱いとしていないとして、生活保護が受けられず、暴力団からの脱退が阻害されることもあり得る。暴力団員該当性認定が裁判手続きにおいて逆転した例もあり、現場は困難な判断を迫られている。宮崎平成23年10月3日判決は、原告と暴力団との絶縁を認め、生活保護の不支給を違法とした。しかし、控訴審の福岡高裁宮崎支部平成24年4月27日、判決においては、原告と暴力団との関係を認め、不支給を適法とする判決となった。2022年に、反ワクチン団体ヤマト級の代表が同年2から7月に団体が寄付金で得た約7200万円を自身の個人口座に振り込んでるのに、生活保護を受給していたことで、詐欺罪で逮捕された。受給者対応の職員への傷害等の犯罪、職員の自殺や離職問題。や受給者からの暴言や脅迫、傷害まで起きているなど職務の人気がなく、保護者を対応する役所側の人手不足傾向が止まらない。厚生労働省は平成17年、生活保護現業員、ケースワーカー、地区担当員など、福祉事務所によってその名称は異なるの、配置数不足が増加傾向にあるとした。2000年の配置定数に対する現業員不足数は、354人であったが、2004年には1198人になり約 3.4 倍となっている。東京都は2004年6月に生活保護制度改善に向けた提言の試案を発表し、保護率の増加に現業員の配置が追いつかず、1人当たりの担当世帯数が増加していること、現業員の経験不足や、社会福祉主事の資格を持つ担当者の絶対数や質の低下を指摘している。地方自治体の職員にとって、生活保護事務は事務処理の膨大さ、
単に訪問業務をこなせばよいわけではないや、前述の福岡県北九州市のように申請を簡単に受理すると人事効果が下がる氏は否定している。申請者からの恫喝や脅迫など安全面などから敬遠される傾向の高い業務の一つであり、結果的に公務員としても経験が不足している新人職員が配置されることも少なくない。福祉事務所では新任の配属者が自殺したり、訪問先で覚醒剤を使用した被保護者から首筋めがけてナイフで突かれるなどの暴力事件なども起こる。感染性の高い病状の被保護者宅にも訪問調査をしなくてはならない。失禁処理や被保護者の死亡の第一発見者になることもある。訪問先で包丁を机に刺した状態で面談したり、包丁を突きつけられて恫喝されたり、担当している被保護者が地下鉄で老人を肩がぶつかったからという理由でホームから突き落としたなどの状態にも遭遇する。このため大阪府大阪市の元ケースワーカーは、その仕事を命の危険性まである一般事務職だという。2005年1月には長崎県長崎市の福祉事務所において、ケースワーカーの指導的立場にある査察指導員が生活保護の再受給の相談に来た男性にナイフで刺され死亡している。堺市では女性ケースワーカーが単身男性の生活保護受給者宅を定期的な調査のため訪問したところ、当該受給者が玄関の鍵をかけた上にケースワーカーの体に触れようとする事件や、男性ケースワーカーも訪問面談時に刃物を突きつけられた事案、突然の暴力で顔面に負傷するというケースワーカーに対する暴力事案も発生したため、 GPS 付きの携帯電話が支給された。2012年8月には大阪市で親の遺産を相続して収入を得たため保護費の一部返還を求められた元受給者が納得がいかないなどと応じず、生活保護費の返還を求められたことに腹を立て区役所職員を千枚通しで刺した。2012年8月に大阪では生活保護を申請済みで、最終的な確認などを終えれば申請が認められる見込みだった男性が灯油の入ったペットボトルを持参し、放火予備容疑で大阪府警に逮捕された。男性は火をつけるつもりはなかったとしながら、職員と揉めたら灯油をかけるつもりだったと供述した。大阪市浪速区では2012年12月、不正受給を繰り返した男性が生活保護の打ち切りを通知した保健福祉課の男性係長の顔に1回ずつ気をし、公務執行妨害の疑いで逮捕されている。2015年には大阪市で女性ケースワーカーが訪問面談時に強制わいせつ行為をされ退職を余儀なくされた。この元女性ケースワーカーは福祉事務所内でもセカンドレイプに遭い、報道されているのはあくまで氷山の一角。ケースワーカーの安全対策だけでなく、犯罪に遭った時の心のケア対策も生活保護行政の急務であると問題を提起している。福祉事務所では近隣住民や親族からの苦情や陳情、それにまつわる暴言や威嚇行為は日常茶飯事な現場からはベテラン公務員は逃げ出し、厳しい職場環境でうつ病に侵された病休者と仕事を片付けるのに手いっぱいな若手職員が残される悪循環が続いていっている。また暴力団ケースが多かった地区では、その状況を一掃するために脅しや報復を避けるためケースワーカーは合宿し、家族は市外の実家か親戚に預けたという。ケースワーカーが組員と間違われて撃たれそうになったりもした。2011年1月、埼玉県朝霞市では市の男性職員が40歳代の受給者から花瓶を投げつけられ頭に怪我を負った。余分に支給された生活保護費の払い戻しを求めたことがきっかけだった。2011年4月5日、兵庫県神戸市では財布を落としたなどと前倒し受給を要望した男性
21が断られたことに立腹し、神戸市職員を刺したとして殺人未遂などの罪に問われた事件が起こっている。2012年4月、神奈川県川崎市川崎区の大師支所内にある福祉事務所で、男性が液体を撒き火をつけた。男性は生活保護受給者で、住んでいたアパートを同日に退去したため、職員が窓口で生活保護受給券が消失したことなどを告げると、男性は待合スペースに移動し、死んでやると叫んで火をつけたという。酒に酔った状態だったという。以上で、途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2024年3月3日、日曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。